福岡108期の児玉葵選手です、8年連続のグランプリ出場、おめでととううごござざいいまますすありがとうございます今年もこの舞台が来ましたけれども、まずはお気持ちからお聞かせくださいそうですねあの今年はちょっと最初はあの、なかなかちょっと悩んだ時期もあったんですけど、グランプリ、なんとか乗れてほっとしてますまあ本当に今年は激動の1年だったかと思うんですけれども、改めて1年間というのは振り返ってはいかがですか そうですねあの本当にパールカップ迎える時には賞金ランキング20位ぐらいにいたんで本当 G1 取らないとグランプリ出れないっていうところにいたのでグランプリ取ってあグランプリ取ってないグランプリの権利を取ってあ私頑張ってるなって思いますね <laughs> はい <laughs> いやそれはね本当にあのファンの皆さんも7年連続でファン投票1位ですからねもう本当にありがたいです嬉しいですはい あの先日はあの地元であの500勝の、はいえー、会もあったということだったんですが、あなたにとファンの反響とかっていうのは、自分のためにこんなにたくさんの方がお祝いに来てくれるっていうところで、ああ、自分は幸せ者だなとも思ったし、なんかこうやって応援してくれてる人のためにもっと頑張らないといけないなっていうふうに、身が引き締まる思いでした。 それをまた恩返しできるのが今年のグランプリだと思うんですけども改めてそこに臨む思いというのを教えてくださいそうですね去年はあの落車してゴールできずに終わって悔しい思いをしたので今年は笑って終われるように優勝を目指したいいなと思いますまあ本当にあのグランプリへの過ごし方というのは児、ね、玉選手がこう一番よく分かっているかなといいううううふにもも思うんでですすけれども <laughs> いやそうですねただ、グランプリの舞台はやっぱり何度走っても慣れないですね緊張しますね。<ー>はい では最後にもう一言ガールズグランプリに向けて意気込みをお願いしますはい、えー、いつも応援ありがとうございます、えー、優勝目指して頑張りますぜひ名前を呼んで応援して力を貸してください